こんにちは。新鮮堂薬局、鈴木邦明です。東京スポーツなんで微妙なんですけれども、100年周期説なるものが紹介されていました。1720年ペスト、1820年コレラ、1920年スペイン風邪、2020年新型コロナということなので 日本経済新聞の方でね、暗号じみた広告が出ているみたいなことで、オメガの時計なんて、1週間のうちに2回も、ね、一面広告出てましたので、どう考えてもお知らせなんじゃないのかなと思ってるんですけど、いずれにしても、クリスマスまでに一度一つの区切りがあると。で、その区切りがあってもね、次のステージが待ってますので、私たちは淡々と備えるだけですけどね。本当、いろんなことが起きても、心穏やかに、心穏やかっていうか、楽しみながらか、過ごしていければいいなと思ってます。で、ちょうどね、これはお客様に紹介していただいたんですけど、この私も、血液型診断って、でも、これ何て言うんですか、ダックダックゴーって言うんでしたか。ヤフーとかグーグルだと出てくるかわかんないんですけど、私も知らなかった血液型診断、これマルペケっていうのをやっていくと 血液型診断ができるらしいんですよ。で、これお客様にご紹介いただいたんですけどね、私はこれなんです。こういうふうな形、これが何なんだ、これ見方がわかんないんですけど、私、血液型って何型だと思います？これを私に紹介してくれて、私がその場でやったんですね。で、見たら、やっぱりとかって言ったんですけど、あれですね、単なるクイズです。私、血液型何型だと思いますか？ただそれだけですけれども、よかったらコメント欄に書いておいてみてください。それで皆さんにやっぱり買ったものとか、これはいいって思うもの書いてくださいってお願いして、やっぱ良かったですね。ちょっとその辺ご紹介していきたいと思います。はるみさん、牛乳パック菓子箱。この牛乳パックが着火するのに良いっていうことですね。で、これ僕見て驚いたんですけど、牛乳パック1つが10分間も燃えるんですね。あの巻き方がいいんですかね、ここでご紹介されてるような。本当、着火のために準備っていうのは本当にいいですね。あと、長尾さん、松ぼっくりより、牛乳パックとか菓子箱のボール紙の方がいいってね、教えてくれたので。あとは、枯れ松の朽木で、これの、そうですね、これも燃えますね。あと、マージャさんも段ボールの方がってことでね。私も、倉庫の中が今、本当、札幌黒ラベルの空き缶が、多分、倉庫の4分の1ぐらいを占めてるので、めんどくさかったから潰さないでいたんですよ。で、潰せばね、一挙に小さくなると思うので、多分、どんなに少なくとも、600缶か700缶ぐらいあるんだと思うんですけど、それを、今度の土日に全部潰して、倉庫の整理整頓して、こういう段ボールとかも備えていきたいと思います。で、クロリンさんからは寝袋を紹介いただきました。なんと、マイナス20度のダウン、マイナス20度でも大丈夫なダウンですね。極寒はもちろん、上から膝ぐらいまでサイドファスナーなので、春秋は掛け布団としても使え、いまだキャンプや車中泊に重宝しております。ね、私が使ってるっていうか、買ってあった寝袋は、静岡の冬で耐えられなくて眠れませんでした。部屋で使って寝てみたんですよ。もう全然無理。それも静岡の昼間、真冬って言っても、室内は5度から10度ぐらいですからね。それでも眠れなかったんで、で、マイナス20度で、検索して見てみたら、こんな感じ。これか？ね、ちゃんとダウンを使ってるんですね。
まあ、そんな高いもんでもないので、まあ、万が一のこと考えておいたらね、これ備えておいた方がいいのかもしれないですね。あとヒーターベストとレッグウォーマーで、これは本当にこんなものがあったのかって私も思いましたね。ヤーンさんですね。ヒーターベスト、部屋が温まるよりも早く自分が温まります。これすごいですね。でレッグウォーマーとあと寝袋ね。うん、動いてる時以外はずっとこれに入ってますって普段家にいる時寝袋入ってるんですかね。うん、このヒーターベストっていうのも本当になんかすごいですね。これじゃない、こっちだね。こういうふうにちゃんと、スイッチ入れると温まるようにできてるみたいで、これは私買います。女房の分も買います。あ、子供たちの分も買おうかなと思っています。でその横にここにあったんですよ、手袋もあるんですね。これはこっちも悪くない、買っとくのは悪くないなと思って。きっとでこれも充電ですよね、もちろんね。はい、だこれも本当手先が冷える時がねあるんだと思うんで、まあ万が一のために。で大体がこれ買った後もね、電気使えなくなっててもソーラーパネルとかね、できますし。あ、先にごめんなさい、一応こういう類のものなので気になったので、電磁波で検索してみたんですね。そしたらこのスピードヒート温熱ベスト、電磁波の発生はほとんどありませんということなので安心して使えるみたいですので、はい。でね、私は一応ポータブル電源とソーラーパネルも持ってるので、万が一の時にこれでね、こちらの方充電できますので、これは本当、絶対買います。はい。それと、そうですね、北海道本当たくさん女房のために買い込んだんですけど、うん、これはあれですね、ご紹介いただいた熱源、このごめんなさい、あっち行ったりこっち行ったり、この熱源の、動画を作ってくださってる、ゆとりアリスさん、ゆとりアリストさん、うん、のところで回路を使った、こういう、熱源ですね、ストーブみたいなものをご紹介いただいてたので、それに使っていきたいと思います。回路を使った後のものでもできるし、使う前でもできるみたいなんで、まあ一応は使ってから私は、その熱源として利用しようかなと思ってます。はい。であとレッグウォーマーですね。レッグウォーマー多分おっしゃってるのはこういう類のやつなんですよね。またなんか特別ご紹介いいものがあるようだったら書き込んでください。で、ついでなんですけれども、ふくらはぎを温めることはもうとってもいいことなんですけど、ふくらはぎの筋肉がすごく硬くなっちゃってる方がいるので、その方々はこれ、簡単なストレッチの方法ですのですごく伸びてきますよ。1週間もやれば相当違うのが分かると思いますので、またこちらも試してみてください。これは本当にまた便利でね、ストーブファン、まあ私我が家は石油ストーブ使ってないもんですから、残念ながら使えないんですけど、このストーブファンっていうのはいいですね。石油ストーブとか暖炉がある方ならこれはおすすめですね。はい。なんかね、電気代もかかんないんですよ。電気代もかかんないし、電源不要って書いてありますからね。で、効率よく、あったかい空気を循環させるみたいなやつなんで、まあ一回買ってただこういうところに置いとくだけですからね。ここにこの下に書いてあったのかなね、石油ストーブとかこういうまあ暖炉、まあそういう類のところの上に置いとけばいいというだけなので、これはね、電気代がかかんないってことを含めてもこういう類のストーブ使ってる方は本当おすすめですね。はい。もうあとはシリウスの
シュンさん、先にシリウスのシュンさんっていうぐらいだからシリウス人なんですかね。私8月に、変なものに取りつかれていたって話ご紹介したじゃないですか。約2ヶ月ぐらい調子悪くて、で取ってくださった女性がシリウス人なんですよ、ご自分でおっしゃってましたから。でその方から私は、プレアデスかなとかって言われたんですけど、私は気持ちよく地球人だと思ってるんですけどね、はい。でこのシリウスのシュンさんが、ね、これ こっちの方がいっぱいあったんですけど、ハイヒールといえば紳士は杖を持つじゃろ、あれはね、あれをつついて動かす、そらかすためのものなんですよね。うんこよけだったんですね、これも初めて知りましたんで、はい。でまたはるみさんが揚げ油を、灰を固めてで、固めるテンプルカリを入れてってことで、なんか燃料になるらしいんですけれども、残念ながらこのイトリアリストさんのところの、動画で探したんですけど、どれか分かんなかったんで、また興味のある方は探してください。ただ私は揚げ油っていう形で、揚げ物をおすすめしていないので、まあ、できればね、茹でる煮るは一緒か、焼く、あと何がある、焼く、あれ、茹でる、あ、煮る、焼く、あ、出てこない。まあとにかく揚げるっていうのはできる限りやめた方がいいと思ってますので、どうしてもね、そういう植物油になってきてしまうんだと思いますから、まあ飽和脂肪酸だからラードとかもらってきて、何か焼くっていうのもありなんですけど、おそらく今後ね、やっぱり動物の肉は食べるのが当たり前っていうのがなくなってきて、ジビエとして食べるレベルですから、1年にもうほんと数回というレベルになってくるんじゃないかなと思ってるので、基本的には揚げるっていうものをできる限り避けた方が無難ではないかと思っています。はい。で正直なこと言って、今後にこういう揚げ物とか食べてると、まあ少なからず、まあ、進化という言い方でいいんですかね、少なからず影響が出ると思ってますので、一応それは頭の中に入れておいた上で、ご自身で判断してみてください。あとポーさんが紹介してくれてるのがオートミールですね、お湯を注ぐだけでおかゆになるってことと、あと塩昆布、梅干しで食べると美味しいっていうことなんで、パッと塩昆布って、どういうものなのかって頭に浮かばなかったんで、調べてみたんですね。そしたら米酢使って隠し味にするんですね。で私もほんとらっきょう酢漬けとかね、にんにく酢漬けとか、本当に酢のものをつけ、まあらっきょう酢もつけ、酢漬けももちろんまだあるんですけど、あと4キロの入れ物が2個半かあるのかな、あ違うわ、もう次のやつに移ったからあれだ、あと1個半で終わりですね、4キロのやつが、まあそれがもう本当に美味しかったので、早速塩昆布も作ってみます。うん、これがあれですね、材料ですね、まあ私は砂糖は入れないですけどね、みりんも入れないですね、黒酢、米酢を使って、まあ、場合によったら日本酒を大さじ3杯代わりに入れようかなと、まあ、この2つをやめて、日本酒を3杯ぐらい入れようかなと思っています。はい。あと湯たんぽ、まあ、これは本当必需品でしょうね、もう本当まあ何かね、木で、薪でも紙でもそこら辺に落ちてる小枝でも、お湯は沸かせますからね、それで湯たんぽを使うっていうのはもう本当、この冬必須アイテムではないですかね。で私ドラッグストア行った時に偶然お尻の下に置く座り仕事、まあ座っている時か、座っている時に使えるというやつがドラッグストアに売ってたんで買ったんですよ。で買ったんですけど、なんかね、説明のところに1時間ぐらいでお湯が冷めてしまうっていうふうに書いてありました。だからまあそれがおすすめかどうかわかんないんですけど、まあ女房は今度それ使ってみて、
どんな感じか、やってみるってことをね、ちょうど昨日買ってきたばっかりだもんですから、あ、一昨日か、日曜日に、はい。であと腹巻き、腹巻きはね、プレッパーさん、腹巻きはもうお子さん、まあ女性の方ももちろんなんですけど、お子さんがいるんなら買っといた方がいいんじゃないでしょうか。まあ、とにかくこちらも含めてね、湯たんぽも含めて燃料代が余分にかからない寒さ対策は絶対必要だと思いますので、で室内シューズっていうのもご紹介いただいてるんですけど、こういうのですかね、この部分、かかとの部分まであった方が、まあ、当然のことなんですけど熱が逃げないんじゃないかなと思って、まあ、私もまた100均でこういうのあるんですかね、ね、どうなんだろう、私はもう風呂入るのすごい早いんですね。会社6時に終わってそのまま帰ったらそのまま風呂入っちゃうんですよ。で、その後まあ飯を食って、寝るっていう感じなんで、風呂出てから寝るまで、まあ、最低1時間半ぐらい間空いちゃうと結構冷えちゃうんですよね、うん。まあ、だからこういう類のものもやっぱりあった方がいいのかもしれないですね。あと、ゲバイさんがココミチャンネル、こちらリンク貼っときましたんで、いろいろと書いてくださってます。ココミチャンネルのやつ見ると本当にねやばいって感じしますよ。あれですよ、対岸の火事だと思うような思考の方はダメですよ、うん。ヨーロッパの現状とかね、ああいうの知ればやっぱりね、明日は我が身っていうことで、うん。でもあれですね、ゲバイさんはいろいろ揃えていますよね。お湯入れのポンプシャワー、ダイソーで工具セット、つるす電球、電池、メスティン、固形燃料の小さいストーブ等、そうですね。だからまあ本当気づくものはありとあらゆるものを買っていくしかないんですけど、まあ、今回もたった1回の動画の書き込みのところで私は絶対買わなきゃいけないっていうのがね、見つかりましたので、またこの動画の下にも、今回ご紹介したもの以外で、あ、私これ買ったらよかったよってものがあったら、ぜひ書いていただければと思います。もう私も今から今これ、はい、家帰ったら読んでるんですけど、電動のコギリとか耐熱レンガとかね、耐熱レンガでロケットストーブ作ろうかと思ってるんですよ。まあとにかくね、ありとあらゆるものを買えるものを買って、自分でなんとかできるようにしとこうかなと思ってます。はい。まあさっき冒頭に言った通り、私の血液型ね、何のことはないですけど、ここでやったらまあこういうふうに積極的な大型に近いですとかって書いてある。大型っていうのはのんびりじゃないんですか。よくわかんないですけど。まあそんな私の本当の血液型は何型なのか、それもコメント欄に書いて遊びましょう。はい。それプラスまた、今回ご紹介したもの以外、のやつですね、コメント欄、YouTube コメント欄に、これはいいよっていうものがあったらご紹介いただければと思います。それでは今回の話は以上です。ありがとうございました。